大分トリニータ対清水エスパルス J リーグの第12節の対戦です。まずは前半10分清水エスパルスのシーン、ディエスラインからのロングフィード、そして長村がここで頑張ってふわりとしたボールに対してのこぼれをね、金子ですけど若干焦ってしまいましたかね、ボールが浮いてた部分もありますけどね、まあここは流し込めばよかったっていうのは、ただちょっと振り抜きましたからね、もったいないシーンでしたね。そして11分ですね、再び清水のシーン、これはムサカですけどね、体勢があまり良くない中でぐっと踏み込んで、腰が強くないと結構このシュート打てないんですけどね、非常に素晴らしいシュートでしたね。バーに当たってというボールでした。5センチ内側に入ってたら入ってましたね。そして34分のPK になる前のシーンですね。これね、長谷川そして高畑のパス交換からゴールキーパーに戻したボールがちょっとねパススピードが弱くて、はい、そこからの PK ですよね。これで清水が先制ということになりました前半です。そしてサイドが変わりまして、まずは後半2分大分のシーンです。小塚のサイドチェンジから松本、そして折り返したボールに対して岩田ですね、はい、まあ速いグランダーのボール、これにね反応した藤本ですけど、まあ、これオフサイドじゃないですよね、はい、まあ、触らなかったんですけどね、非常にこういやらしいところに入ってきましたからね。そのまま吸い込まれて同点ということになりました。そして21分、コーナーキックからオナイユ、相手の前に入りながら勝負できたんですけどね、西米のナイスセーブですね、はい、そしてアディショナルタイムの清水のシーン、これはドグラス頭一つ分ぐらい出てますけど、味方同士で少しね重なってしまったんでもったいなかったですね。そしてこちらはアディショナルタイム、まあ、94分、本当に試合終了直前、岩田から松本、そしてこのこぼれたボールを藤本、まあ、これね角度がなくて非常に難しいところですけどね、あのタイミングでよくね打ちましたよね。